出雲崎駅は、新潟県三島郡出雲崎町大畑大門にある、東日本旅客鉄道越後線の駅である。コンコース駅社外の結晶室長岡駅が管理する、無人駅。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古線橋で連絡している。列車の行き違いがない場合は、両方向の列車とも、駅舎に面する一番線から発着する。駅構内には、 友人改札口があり、トイレは駅舎右側に設けられている。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は150人で、ある。近年の推移は以下の通りである。駅前風景あたり駅は、出雲崎町の内陸側の玄関口となっており、駅周辺の地区には、町役場や学校といった町の機能が集中している。ほか、 国道116号が通っており陸上交通が発達している。一方で、つま入りの街並みで知られ、古くから栄えてきた港町、宿場町、出雲尾崎は海沿いに広がっており、駅からは4トルほど離れているため工述する出雲崎車庫業の路線バスにより結ばれている。同様の立地形態は同じく越後線の寺泊駅にも見られる。 越後線沿線のバス路線図駅前に、越後交通の、出雲崎駅前バス停がある。詳細は、越後交通柏崎築地国標を参照。出雲崎車庫駅は、電車と接続するダイヤになっている。このほか、町内全域を運行エリアとする出雲崎町デマンド、交通、手マリンが設定されている。注釈出店。ありがとうございます。